グネット生命に私たちはインターネットでお手頃の保険を提供したい。でも保険楽しめるからいいけど。だけならね、信じられないなら見積もってみんしゃい。僕スマホ得意じゃないんですけど。保険料このぐらいなんだ。ハイブネット生命は保険より人生の楽しみにお金を使ってほしいと考えている会社なんです。埼玉とかは見えるけど、筑波山から見えとって見えたよ。見たことないけど、ただ本当にいい天気だと見える。まあだって距離めちゃくちゃあるもん、うん、今までこんな混んでなかったね。初めて見たこんな混んで。なんていうの。はい、小室さんの敵ですが、これが台風12号。はい、先ほど発生しました。はい、秋雨前線があります。進路予想を見てみますと。ちょっと予報円広いですね。かなり広くて、まだどこ進むかというのが動きが定まっていません。中心気圧は998ヘクトパスカル、はい、で水曜日まで台風ですが、木曜日に乾燥した涼しい空気と一体になりますから、温帯低気圧に変わる見込みです。ただ台風としてどうかというのはちょっと微妙そうです。ただし秋雨前線が停滞していますので、その雲と一体になると水曜日から木曜日は広い範囲で雨が降り、場所によっては多めの恐れもあります。ということは、その風よりも雨に気をつけた方がいい。そうですね、秋雨前線を刺激して、はい、はい、こちら週間予報を見ていただきますと、ちょっとこれ、ブレ幅が広いんで、まだちょっとね。そうなんです。で、まず明日、秋分の日は晴れるところが多いでしょう、はい、ただ水曜日から次第に雨雲がかかってきて、金曜日にかけて広い範囲で警報級の雨が降るところも出てくるんでしょうか。太平洋側は可能性ありますね。特に東側の湿った空気の影響を受ける宮崎県ですとか、はい、あとは徳島県、あとは三重県、いずれにしても海岸沿いは気をつけなきゃいけないですね、雨風ね。はい、また3時台詳しくお伝えいたします。続いてこちらです。木戸少年隊の錦織さんと植草さんが年内でジャニーズ事務所退所することを発表しました。今年デビュー35周年を迎える中での突然の退所発表、その裏側に、この後井上公造さん、小前千佳子さんに解説していただきます。デビューから35年、ジャニーズ事務所最古参のグループ少年隊から昨日衝撃の発表が。この度私錦織一樹を所属事務所を退所させていただくこととなりました。ニッキこと錦織さんがジャニーズ事務所を退所。さらにこの度私植草克樹では2020年12月31日をもちましてジャニーズ事務所を卒業いたします。植草さんも同時に退所を発表。二人とは別々の道を模索することとなりました。東山さんが一人ジャニーズに残る形に。ここ最近退社とか、なのでまあそういう時期なのかなみたいな感じはしますよね。ちょっと寂しいですね。前まではグループとかそんなに長く続かなかったけど、もう十分頑張ってきたと思うので、それぞれ独立したいかなと思うんですけどね。独立もいいかもね。自分たちの人生だったと思ったら青春時代を全部捧げたからな。
なんで辞めちゃうのかなって思うとか、絶対でもそれで3年ずっと続けていくんだったら、そのままジャニーズで続けられなかったのかなって、少年隊って名前残すなら、なんか少年隊って自分を見てた。2人の突然の退所発表に疑問の声も。少年隊は2008年9月以降での活動を行っておらず、近年は東山さんが俳優業や司会業、メクサさんは俳優、錦織さんは演出家としてそれぞれソロ活動に専念してきました。そんな中、昨日突然発表された錦織さんとメクサさんの年内退所。所属タレントの中でおそらく一番の甘えん坊だった私が、気がつけば43年間という日々が過ぎて、随分甘えすぎていたことに少し恥ずかしさを覚えると同時に、事務所には本当の頭が下がるわけです。今年、少年隊デビューから35年の節目にあたり、酸いも甘いも経験した上で、来年、2021年1月より、ピュアな気持ちで新たなスタートラインに立ち、挑戦していきたいという思いから卒業を決意いたしました。それぞれ退所の理由について、恵まれた環境からの脱却、新たな挑戦の一歩であると綴った。一方、東山さんは、これまで親兄弟よりも濃密な35年間を過ごしてきましたし、その中で誰よりも長い青春時代を2人と過ごせたことを誇りに感じています。切磋琢磨させてくれた2人は、最高の戦友だと思ったんだ。デビュー35周年という大きな節目に2人が退所することになった少年隊。ここで疑問が。なぜ2人はこのタイミングでの退所を決意したのか。井上幸三さんは、錦織さんと植草さんにとって、やはりひしひしと感じてたっていうのは、一方体の何だと思うんですけど、それともう一つ言えるのは、自分たちの意識で、嫌な気がするなっていうのが、面白いですよ。というのがありますし、メリーさんが会長職になって、その2人が、あるのでいない的なことを考えたときに、よりどころがそこにはない。さらに今回、事務所の発表をめぐって浮かび上がる疑問が。2人が退所した後も少年隊を退所することを発表。その一方で、今後少年隊3人での活動は一切予定がないことが明らかに。それでもグループ名だけは残すわけとは。でもう一つ大きな疑問が。ここに来て相次いでいるジャニーズ退所の動き、その背景にあるものとは。独自解説で少年隊ダブル退所の舞台裏に迫る。素晴らしいです。予想以上に美味しいヘルシースムージー。そんなに野菜入ってた。コーンディッシュつける。本当。つけるってありですね。あなたなら何つける？ハウス北海道フォンデュシチュー。つけブランド。Nオーガニックはいつものスキンケアに深呼吸をプラス。1280円のお試しセットから M オーガニックで検索。ヤクルト、私はビフィズスキン BY 株が生きて大腸に届いて働く。君の味方だよ。大腸で働くビフィズスキンのミルミル。
そして東京のスタジオには小前千佳子さんです。よろしくお願いいたします。もう一応今日の好奇心各種も絶対がないの中でやはりあのそこに行きたいですね。やみそうだな、工房山とかあの辺が一番いいな。しんどい、本当に最後の最後にこれはマジで死ねるよ。いやこれしんどい、うん、シャトルバスがあんなところにいた。さんはやっぱ2年くらい前からその対象の移行っていうのは事務所に言っていたということなんですね。そのようですね。あの具体的にあのそこまでどんなお話がされてきたかっていうのは明かされてはいないんですけれども、それで今年の5月、錦織さんも植草さんも、退所ということで、事務所と合流したということですね。うんうん、この皆さんのコメント出してらっしゃるんですが、うん、唯一の錦織さんがこの年になって一人暮らしをしたいという希望を伝えたというふうに明言されてますので、やっぱりどうしてもね、ジャニー喜多川さんが亡くなられたっていうのが、うん、僕は大きいと思います、はい、やはりあのジャニーさんなしには、うん、まあ、少年隊は存在しないけど、やはりそれだけ大きな意義のあるグループだったんだと思うんですよね、うんうん、いわゆるジャニー喜多川さんがお亡くなりになって、うん、その手術が終わった、うん、そのタイミングでそのある意味その少年隊というもう全然テンポ入ってない。ジャニー喜多川さんが体現したかったグループというものだよ。テンポ入ってない。アメリカのね、ブロードウェイのミュージカルに憧れて、こういうグループを作りたいと思われたそのグループ。ちっちゃい。はい。で、小前さんね、この少年隊デビュー35周年で、12月12日にベストアルバムなどが出るんですが、2008年から実質3人で、まだあるもんだって。ステージが出てないんですよね。その取材を最後3人揃ってしたのは、この2008年のプレーゾーン、プレーゾーンのその集落ですね、青山劇場の前で囲みをしたというわけですね、うん、でそこはかなりすごく寂しい気がする。12月にそのプレーゾーン の発売じゃなかったものも含めて、その DVD が発売されたりとか、アルバムのね、そのベストアレクトに。これはちょっとかなり楽しみなんですよ。夜でもいいや。何が、うん、ナイトハイク。やっぱり今回その、まあ、今ジャニーズで入ってる方、降りる分には別に暗くなってもいいんだけど、その少年隊というか、まあ、ライトあるからね、ここなんですよね。ちょっとしんどい、ずっとこれは1キロもあんな駐車場まで。少年隊ここはやはり意味があるということと、これ三角形の報道もありますけども、はい、やはり残しておきたいと、うん、からだから少年隊の歴史からある意味今のジャニーズ事務所が始まったという、決して変わらない、はい、ね、これだけだから、事務所なども充電器使うから、ちょうどいいんだけど、噛みすぎだよね。やっぱり少年隊が出て、そこから息の長い、はい、アイドルっていうのが SMAP だったり TOKIO だったり V6 だったり出てきて、まさに先駆者なんですよね、少年隊大先輩なんですね。いろいろジャニーズあれだね、からかわれてしまう、やめていく人増えてきたね。タッキーのやり方はダメなのかしらね。だってジャニーズでその名前どういうふうに使うって思われちゃうんだよね。さっき宮根さんがね、喋ってたの、公園の上に乗った少年隊っていう、公園じゃ、の上に乗んない。さっきのスーパーで私も一時は分かったな。三人でやられないんだったら、二代目少年隊とか、そういう形で行くのかな。モーニング娘。うわ、後ろめっちゃ混んでんだよ。考えてみたんですよ。今考えた。これ小林さん、やっぱりその少年隊っていうのはどういう形で、どういう形で、どういう形で、やっぱり事務所を、やっぱり事務所してる。え、何が？これ。違う違う。で、まあ、デビュー前3年間ずっと少年隊として、どう切る、こうい
これ逆に4時頃過ぎたら楽しかったかも。永久欠陥に近い永久欠陥全伊佐川周りというやつですな。立村さんのことを科捜研の全治郎それで完成しないそうそう超スピード吸収でウインナーさえゼロへ爽やかバンドそれ僕も読んだよレンタルでねちょっとちょっとどういう風にうんこしたいんだそろそろうんこしたいのお前おならすうんってほんとこんな音だった今マジでした人口推計によりますと、今月15日時点の65歳以上の高齢者は前の年と比べて30万人増えて3617万人となり過去最多を更新しました。総人口に占める割合も 28.7% と過去最高で世界で最も高くなっています。第1次ベビーブームに団塊の世代が全員70代となったことから70歳以上が大幅に増えていて、このうち100歳以上は8万人でした。一方、2019年に仕事について